はい、皆さんこんにちは。ワンダーレビューです。本日はスキー場に来ました。新潟県の神楽スキー場、前から気になっていて、結構長い期間滑れるスキー場で有名ですが、初めて来ました。今回はここに来るまでの道だとか、あとスキー場に関してレビューしていきたいと思います。あくまで関東に住んでいて地元とかではないので、全然本当にたまに来るスキー場、特に今回ここ初めて来たスキー場でどう感じたのか、どういうスキー場だったのかっていうのを、主に雪に住んでない人向けに紹介できたらなと思っています。この動画上げてみて、もし反響などがあったら、この後もこのシーズンスキー行く予定なので、こういうスキー場のレビュー動画とかも上げていこうと思います。それでは、本日も動画の方お楽しみください。どうぞ。今回は神楽スキー場側に宿泊しました。この神楽スキー場、隣にある苗場スキー場と合わせてマウント苗場としてプリンスが経営しております。今回両方とも行けるスキーのリフト券を購入したので、この苗場スキー場も合わせて紹介していきたいと思います。それではまず行き方です。こちら関越の練馬インターチェンジを出て、ずっとまっすぐ行くと湯沢のインターチェンジに着きます。こちら湯沢のインターチェンジの周りはたくさんのスキー場があり、多くの人が訪れたことがあると思います。奥とまっすぐな一本道を進んでいきます。上りはありますが、すごく整備されて除雪もしっかりされた道路となります。そしてその道をまっすぐ行くと、こちらマウント苗場に到着します。それではスキー場全体を見ていこうと思います。こちら苗場スキー場、神楽スキー場と2つのスキー場がありますが、エリアとしてはここに出ている4つのエリアがあります。この4つのエリア、分かりやすくどのように接続されているかを見ると、こちらの図のようになります。このように見てわかる通り、スキー場へのアクセスは3つとなります。苗場エリア、田代ステーション、三俣ステーション、つまり宿泊できる場所もこの3つが中心となってきます。そしてここで今回行って特に分かったのが、最終のロープウェイの時間などです。何時まで滑れるのかっていうのが結構大きくこのスキー場を楽しむ際に関わってくるので、ここら辺を一覧にしたものがこちらになってます。こちらを見てわかる通り、特に神楽エリアで宿泊する際は、最後のロープウェイの時間っていうのに待っているので、この時間を意識したライドとなります。そして上の方も14時以降徐々に閉まっていくので、がっつり滑りたいという人はここら辺の時間を意識したスキーとなります。それでは三俣エリアを紹介していきたいと思います。こちら三俣ステーションからロープウェイを使って山頂駅の方に上がっていきます。そしてこの三俣エリアは中級初級のコースが配置されていて、中級のところもそんなに斜度がきつくないので滑りやすいと思います。特に初級のコースが多いので、初心者の方ゆったりと滑るにはちょうどいいと思います。そしてこのゴンドラ、神楽ゴンドラを使ってゴンドラの横ずっと長く滑ることができるので、こちらも初級コースになっているので、本当に初級者がすごく楽しめるエリアなのかなと思います。続いて神楽ゾーンとなります。こちら神楽ゾーン、なんと初心者用のバーンが一切ありません。中級者上級者のバーンとなります。標高も高いので間違いなく雪質はいいです。今この目の前に映っているところ、実は中級エリアなんですが、圧雪していないエリアになるので、パウダースノーやコブが楽しめるというバーンになります。なんとか滑りましたが、個人的には他のスキー場だったら上級エリアになっているだろうなっていうぐらい斜度もあって、かなり不整地の斜面なので、面白いんですけども、かなり難しい斜面となります。間違いなくこのエリアは上手い人向けのエリアだなと思います。こちら神楽ゴンドラを降りたところにあるレストラン神楽となります。見てわかる通り、非常に魅力的なメニューが並んでいます。今回このスキーリゾートに行って思ったのは、全てプリンスが運営しているので、どこもとても美味しくてクオリティの高い食事が提供されているなと思いました。それではこちら苗場エリアとなります。もうこちらの方苗場スキー場そのものとなります。非常に広いので上級中級初級と全てのレベルのコースがたくさんあります。感覚的には中級も少し難しめかなと思うので、初心者よりは少し滑れる人が来た方が絶対楽しいスキー場かなと思います。で、昨年も同じ時期にですねこちらの方に来たんですけども、その時と比べて人がものすごく増えているなということがもう一番の感想です。結構リフトも待つ時間がありましたし、至る所、特にホテルの周りすごく人が多かったので、すごく喜ばしいことですが、他のエリアと比べると明らかに人が多いなっていうのが本当に今回の感想になります。そしてやはりこの苗場エリア中心となるのがプリンスホテルだと思います。このホテルの中に和洋中のレストラン何でもありますし、店舗などもたくさんいろいろあります。ここ一つの本当に街みたいなので、こういうふうに花火のお知らせだとかがあったり、各店舗が普通のショッピングモールを歩いているようにたくさんあります。そしてこう廊下を歩いていても各種ギャラリーなども飾られていて、本当に中を歩いているだけで楽しい空間という感じがします。で、ここでパッと見えてきたのが薬局ですけども、これがスキー場の中のホテルにこれだけ立派な薬局があるっていうのも本当にすごいことだなと思います。こちら飲食店ですが、普通にピザーラ、こういうファーストフードのような、食事をとるようなところも準備されていて、非常に本当に、過ごしたい過ごし方ができる空間場所だなと思います。それでは最後に田代エリアとなります。こちらが田代ステーションとなります。ここからロープウェイで山頂駅に上がっていきます。この田代エリアすごいのが、なんと基本的に初級者コースしかありません。ただ初級者コースのみなんですが、中級者上級者も楽しめるロングラン、そして何よりも美しい景色が広がっています。本当に前回来た時もこのエリアすごくいいなと思ったので、今回結構ここで動画を撮ってきたので少しムービー調にして、準備したので、ぜひそちらの方を見ていただければと思います。こちらレストランアルムと言います。田代スキー場の端っこの方にあって、苗場スキー場との連絡口ドラゴンドラの乗り場の近くにあります。こちらの方今回結構利用させていただきました。こちら田代ステーションを降りたところになります。ロープウェイから降りた時点で豚汁の匂いがしており、そして歩いていくと町の方が豚汁準備できるのでどうぞと振る舞っておられました。皆さん歓声とともにこの豚汁をいただいていました。本当にこのような温かい心遣いが最後までこういただけて、すごくいいスキー場、いいこう心温まる瞬間だったと思います。はい、それでは本日はこの辺で動画の方終わりたいと思います。是非チャンネル登録、動画の高評価よろしくお願いします。